大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。11月13日日曜日午後6時を回りました。運転のひどい車っていうのはね、時々目にしますけども、先日ひどいの見ました。救急車を、猛スピードで追い抜くベンツね。もうもちろんサイレン鳴らしてる救急車ですよ。もうバカなんじゃないの、もうマジで。W220 の S320 でしたね。W220 型のベンツは本当下品なやつが多いなっていうことで、もう本当ね、小物中の小物ですよ。僕が警官だったらね、もう血の果てまで追いかけてやりたいなというふうに思いましたけども、まあ、本当ね、何考えてるんでしょうね。今日はね、ニュース盛りだくさんなんで、まあちょっと巻きでもう一生懸命お伝えしていきたいと思います。それでは参りましょう。この1週間の女子レースフラッシュ。まずはじめに11月6日の日曜日ですね。この日、よいしょ、スーパー GT 選手権の2020年シーズン最終戦がね、モテキでございました。 GT500 クラスですけども、この日勝ったのが、スタンレー NSX GT で、2位でフィニッシュしたカルソニックインパル Z が、シリーズチャンピオンに輝いております。星野和義選手のね、選手じゃない、和義監督のチームでございますね。カラソニックインパル Z、 おめでとうございます。結果的に GT500 クラスはスープラが結構あれだったね。最初だけだった感じで、 Z がねデビューイヤーで、勝利できたのは非常に嬉しいニュースなのかなと思います。 GT300 クラスの方が ARTA NSX GT3 がこの日は勝ちましたが、シリーズチャンピオンの方は、リアライズ日産メガニックチャレンジ GT-R ですね、こちらが、獲得しておりますということで、ともに日産の車がね、GT300 も GT500 も制したということで、こちらおめでとうございますということです。で続いて、あれですね、MotoGP ですね。鈴木がね今年限りで、撤退します。二輪車のね、世界最高峰のレース MotoGP ですけども、こちらの最終戦に臨みまして、アレックス・リンス選手が優勝して、鈴木は MotoGP を、まあ、優勝、まあ、最高な形でフィナーレを迎えましたということで、まあ、鈴木としましては今後、まあ、MotoGP からこう撤退しまして、 EV なんかのねこう自動車の新たなこう新領域の方に、投資を振り向けていきますということで、こちらも一区切りついたのかなという感じがいたします。お疲れ様でございました。続きまして、7日の月曜日です。自販連と全系事業がね、社名別に販売台数の発表をしております。こちら水曜日のねワンワンのことをお伝えしたいと思います。ともに1位はね NSX じゃなくて NSX、 NBOX がね総合で1位でございました。続きまして、日本自動車輸入組合ですね、10月のこれEV の輸入台数ね、日本車の除きます EV の日本車、EV の輸入車販売台数、こちらですけども前年同月比で 2.3 倍ということで、まあ、過去最高を記録しております。まあ、日本車もその EV はね増えてきてるんだけども、やはり海外の、まあ、輸入車の EV の引き合いが強いということで、ものすごくね海外製の EV がものすごく増えてますということがね、数字からも読み取れる結果となっております。続きまして、ヤマハ発動機ですね、この日決算発表がございました。当初ね従来予想 7% 減じゃないかって言われてたんですけども、1.5% 増の1630億円ということで、こちらはね、まあ、2期連続の最高益ということで、ヤマハ発動機非常に調子がよろしくございますと。で、まあ、この翌日ですね、8日の日ですけども、4年9ヶ月ぶりに株式市場で高値を更新しておりました。二輪車の値上げも良かったですし、まあ、コストダウンも進みましたということで、まあ、非常にね、ヤマハの決算すごく良かったでございます。で続きまして GM ですね、最高級 EV ですね、キャデラックだね、キャデラック EV のセレスティックを披露しておりますということで、こちら中国の国際輸入博覧会の方で、発表し披露、まあ、すでに発表は先々週ぐらいの噂だけども、こちら披露がございまして、写真がございますということで、こういう車なんですけども、まあこれちょっと、あ、こっちの端見たら分かるかな、これすごくね、ボディがでかいんですよ、めちゃくちゃ長いのね。で、まあ、本当に富裕層を、ね、ターゲットにした EV ですと。これ値段で言うと30万ドル、だから日本円で言うと4500万円ぐらいするのかな、ものすごく高いね、こう、だからこのセダンでこれぐらいの車を出してくる、まあ、GM ならではね、もう本当にキャデラック、エルドラド、あとはデビルとか、あれを彷彿させるようなね、すごく超巨大なセダンですけども、
でまあ、セダン好きとしましてはたまらないですね。だけどもロングすぎるぐらいのロングボディで、まあ、珍しいね、でこれ EV だってことでね、今後ねこれが富裕層にね、広まっていくのをね、中国ではねこうね願いたいのかなという感じがいたします。で続きまして8日の、火曜日ですね、タイ石油公社ですね、タイ初の、水素ステーションを開設したということを発表しております。まあ、こちらに伴いましてトヨタがね、FCV の、未来ですね、言語型の未来を、提供してますということで、まあ、タイとしましてはね、国を挙げての初の水素ステーションということで、やっぱりもタイはすごくね日本の車が多い、シェアが多いんだけども、やっぱりどれもこれもガソリン車が多いということで、まあ、今後は EV も広まっていくんだけども、トヨタとしてはこうね、FCV なんかもしていきたいのかなということで、まあ、何にしても、国を挙げてね初の水素ステーションができたということは、これ評価すべきところなのかなという感じがいたします。で、スズキが決算発表ございましたということで、こちらはね、従来予想だとね 16% 減だって言われてたんだけども、なんとこちらも1点、18% 増の、1900億円になりそうだということで、こちらはね、まあ、続きの決算非常に良かったですと。で、まあ、主力のインドだよね、まあ、インドが非常にいいんですということで、まあ、こちらは本当にあとは円安も良かったのかな。で、まあ、原材料高も高かったんだけど吸収しましたということで、まあ、続きの決算これ非常に良かったんですね。で続きまして、これ皆さん知ってたのかな、日本自動車電っていうこの団体ご存知ですか、 NPO 法人なんですけども、こちらがね最優秀賞にあたる、まあ、こちらもカーオブザイヤーみたいなことやってるんですよ。でこちらの中で最優秀賞にあたる2022-23の日本自動車電動カーオブザイヤー、こちらにサクラと EK クロス EV を、まあ、選びましたということで、ああそうなんですかということで、私恥ずかしながらこの団体を知らなかったんですけどね、こちらは見ました。ホームページで見ていただきたいんですけど、日本自動車電動かなりというかね、もう相当硬派な団体ですね。ホームページの作り方とか非常に硬派で、いいね、殿堂入りした方のこう名前も載ってましたけど、4人いらっしゃるんだけども、ラリードライバーの篠塚さんがね、載ってました。あ、かなり硬派だなと。で、あとは、まあ、三菱がね、この受賞するのは初めてだっていうことと、まあ、昨年はちなみにこの団体はノートオーラを、まあ、選んでたのかな。なので、日産はノートオーラが選ばれてたので、まあ、日産としては2代目、引き続き2年連続で受賞しましたということなんだけど、まあ、非常にこの興味ある団体で、非常に硬派でね、面白かったです。で次の9日の火曜、水曜日ですね、中古車競売大手の USS が、10月の中古車の平均落札価格をまとめております。で前年比で 20.9% 高ということで、依然としまして、中古車のね、この経済価格が上がってますよ。だけども、上がり幅はね、過去最高は9月だったわけ。だから9月からは9万円下がってきてて、やっぱりピークはつけた感じがしますので、まあ、徐々にね、新車が増えてきてますから、新車が増えるイコール、中古車を、ね、出回ってくる、中古車に出てくる、こう、なんていうかな、この、オークションの台数が増えるので、まあ、今までオークションの台数、出てくるオークションの台数も減ってたので、まあ、どんどん値段が上がっちゃってたけども、あとはメーカーというか買取業者さんが買った在庫ですね、やべえなんか新車増えてきたから、そろそろね、こう手元に置いとったらやべえとってことで、こう結構そのねオークションに出せる車も増えたからっていうことで価格が下がったんじゃないかっていうことね、思われておりますね。であとはホンダですか、ホンダ決算発表がございました。こちらは前期比 3% 増の7250億円になりそうだということで、こちらも、ね、従来予想から150億円上回っているので情報修正をしてきてますということで、なんかここまで聞くとあれだね、トヨタ以外みんな情報修正とかいいじゃねえかっていう感じですけどね、本当その通りだよねっていう感じなんだけども、まあ、続いて日産も決算発表がございまして、2023年通期の、ね、決算としては、純利益で 28% 減なんだけども、これ減なんだけど従来予想からは50億円上回ってますので、情報修正になってますから、もともとの形よりは減だけども、全体的にはね、前期と比べちゃうとこうなってしまうと思うということで、今年の予想としては情報修正になってますということなので、まあ、こちらも非常にいい計算というか情報修正はとても素晴らしいのかなと思います。ただまあ、ロシア事業ね、撤退とかしてますので、特別損失の計上がございますとか、その辺がいろいろあるんだけども、まあ、日産としても非常に良かったんじゃないかなと思います。であとは資源エネルギー庁ですね、レギュラーガソリンの店頭価格7日時点の全国平均ですね、こちら発表してまして、前週比1円安いリッターあたり 168.1 円でございましたということで、値下がりは2週連続ですね。ちょっと皆様のお住まいの地域でもね、安くなったかなという感じがするかなということですね。
で、続いて、10日の木曜日、マツダが決算発表ございました。こちらも通期の決算が、あれですね、59% 増ということで1300億円見込みますということで、こちらもまたね、マツダも決算良かったなと、まあ、工業績はやっぱり円安がね、良かったので、その何て言うかな、営業利益っていうよりは、まあ、何経営っていうのは経常利益の方ですか、要は事業全体としては良かったけど、本業の、ね、稼ぐ力っていうのは実際どうなんだってとか話で、ちょっと別途議論しなきゃいけないけども、連結の純利益としては 59% 増になっています。でただ松田としましては北米がすごく良かったんだよね。でただでも北米って結構いろんなこう不安要素もあって、CX50 ですね、 CX50 今作ってるんだけども、アラバマ工場が人手不足でね、フル稼働できてないっていう、まあ、懸念点もございます。せっかくね、SUV 人気があってこんなにね決算いいのにっていうところなんだけども、なかなか車が作れてないっていう現状がやっぱりあるということで、こちらがちょっとね不安要素ではございますね。で続いてはマツダ株価ですね、ロシア事業から撤退するってことを発表しております。これはまあ本当はですね、もうトヨタも撤退したし、日産もだし、なんかホンダもね、ホンダはないか、日産も三菱も、まあ、すでに撤退、トヨタと日産が撤退決定してて、三菱もイスズもこれから撤退をしようかなという検討してるので、まあ、そういう流れなんだなということでございますね。あとは中国汽車工業会ですが、10月の中古車新車販売台数ですね、こちらを発表しておりますということで、前年比 6.9% 増ですと、250万5000台ということで、5ヶ月連続で前年実績上回ってますということなんで、まあ、新車販売、中国非常に好調です。だけど伸び率はね、ちょっとね、縮小してきてる。これね、結構、日本ではあんまり取り上げられてないけども、中国がまた新型コロナのね、感染者数が増えてるんですよね。なので、またこう、工場のね、停止とかなるんじゃないかってことで、結構販売台数が押し下げられる可能性が結構ある。で、日系メーカーだと、トヨタは2割増なんだけども、ホンダ3割減、日産1割減ってことで、結構メーカーの中でもね、分かれちゃってるんだよね。なのでこう結構手放しでは喜べない。かなりコロナは日本も流行ってるけど、中国はゼロコロナとかまだねやるって言ってるから、なんかあったら工場フルね、全員毎日PCR 検査で、一人でも出たらもうやめるみたいな風になっちゃうんで、ここは結構不安要素でございますね。で、あとは欧州委員会ですか、ユーロ7だね、新たな排ガス規制でユーロ7を提案しましたということで、これまだね計画段階なんだけども、このユーロ7の中では排ガスに加えまして、タイヤの摩耗とか、あとはブレーキがこう出すなり飛散する粒子用の物質、こちらもね規制の対象になるので、結構厳しい条件で、これはで自動車業界とかって結構もうこんなの実現不可能だって言ってて、ドイツの自動車工業会なんかは実現不可能な上に消費者がコストのねこう爆発的な上昇を被ることになるということで、かなり批判をしてまして、このユーロ7が本当に、まあ、提案段階なので、ね、本当にどうなるかっていうのは分かんないけど、このままいくと25年にはこれが採用されて、これをね適用しなきゃいけなくなるので、かなり、まあ、テストコースもかかるし、まあ、導入するためのその何マイルストーンも大変だと思うしね。なのでここは結構まだどうなるか分かんないけど、ユーロ7が実際提案をされてしまいました。で、11日の金曜日です、インド自動車工業会ですね、10月の乗用車の販売台数ですね、出荷ベースなんだけども、こちらは発表しております。で、前年比 29% 増の29万1113台でしたということで、まあ、インドはそのやっぱりスズキがすごいよね、最大手マルチスズキですね、こちらがまあトップ最大手、シェアナンバーワン、29% 増でございました。おーっと、だけどね、スズキだけがすごいんじゃなくて、ヒュンダイもすごいんだわ。ヒュンダイが 30% 増、あとは地元のマヒンドラマヒンドラ、こちらも 60% 増、6割増ですよ。だから地元のマヒンドラマヒンドラもすごいから、結構スズキもそのね、もうなんか楽勝モードじゃないんだけども、何にしても乗用車の販売がインドはすごく盛り上がってる。やっぱそのね、なんだろうね、こう、国柄もあるのかもしれないし、あとはこうね、やっぱ元気だよね。やっぱ中国をね、人口で何年には抜くっていう話で、これからやっぱインドへ投資だと、まあ、中国じゃねえんだということで、結構中国はそのゼロコロナとか何があった時に工場を動かさなくなるからってので、かなり、ね、大きなメーカーとか商社が中国から、インドから撤退しました、中国から撤退しましたよね。で、やっぱインドに移そうとかっていう流れもあるし、インドの技術者ってすごく優秀なので、ここはね、今後はインドシフトが将来的には進んでいくのかなって感じがしますね。
あとはスバルか、レックスは発表ということで、これね、レックス今更ですかみたいな感じだけど、レックス、車はこちらになってますということで、まあそうだね、皆さん見たとおりだけども、コンパクト SUV としてレックス復活したけど、これあれだね、あのダイハツロッキーだね、まあ、ロッキートヨタのライズの姉妹車ということで、なんかこう過去に使ってた車をさ、今度はこのレックスはコンパクト SUV になっちゃいましたということで、なんかこう踏襲してないところがなんかこう本当に一貫性がないなってことでね、かなりなんかこう文句を言いたくなりますけども、まあスバル初の小型 SUV という扱いでレックスが復活になります。でなぜかわかんないけど、あれだね、あの前輪駆動モデルしか扱わないんだね、レックスとしてはね。だからスバルって 4WD のイメージがあるけどね、まあ FWD しかやんないんだってことで、ちょっとこう不思議ですけどね、そういった形で復活になっています。あとは日産の新型セレナですか、こちら外装デザインの一部公開ということで、これネットに載ってました、こちらになってますということで、日産の、ね、公式サイトからの引用ですけども、まあ、あの11月11日に発表されてて、まあ、近々その、ね、あのちゃんとフルモデルチェンジの方を発表するようだけども、まずはティザー画像からということですね。で12日の土曜日が特になくて、13日の日曜日、F1 シリーズ第21戦、今日ですね、ブラジルグランプリ決勝がございます。セミファイナルでございます。で、あとは今日ね、世界ラリー選手権の最終戦、第13戦、ラリージャパン、こちらが今日最終日ですということで、よくね、ラリージャパン行かれるという方もいらっしゃいますけども、楽しめたかなということでね、やっぱいいですよね。ラリージャパンとか見ると、やっぱヤリスのあのラリーの車、かっこいいですよね。こうね、こうエアロというかね、ゴテゴテしたあのエアロというか、ワイドな感じがすごくかっこいいなと思いますけども、いや欲しいなとかね、僕なんかラリージャパンなんか見てやると、ダブル RX ですか、インプレッサとか、普段あんまり興味がないけどもね、ああいうスバルの、やっぱり四駆のスポーツカーいいなとかって思っちゃいますね、ということですね。まあこんな感じな、1週間でございました。まあいろいろございましたけども、あとはあれか、プリウスだね、プリウスが、またモデルチェンジするということで、ティザー画像出てましたね、こちらね、いつだったっけ、なんか、11月16日、来週ですね、11月16日にオープンします、ネットで発表しますよということで、ちょっとね、これがね、16日か。なので、こちらをね、また楽しみにしたいなと思います。来週ですよね。なので、これ、リボーンハイブリッドみたいな、映像もあったかな。なので、こちらでどんな車が出るか楽しみです。というわけでした。以上、この1週間の自動車のニュースでした。明日からの1週間も駆け抜けよう、車大好き僕のラジオ。はい、それではエンディングになります。自動車大手の、ね、7社の決算発表ですね、4、9月期の決算発表が、まあ、今週で出揃いましたけれども、まあ、7社中さ、まあ、6社が、こう、まあ、情報修正、ね、続きの決算の情報修正してきて、まあ、トヨタだけが据え置きということでね、ということで面白い結果でしたけれども、まあ、確かにそのさ、7社中6社が、まあ、情報修正ということで、わ、すごいすごいと、わーわーわーってね、こう、盛り上がりないとこだけどもだ。だから、こう、純粋なね、こう、営業利益っていうのかな、その、今回だと、まあ、営業利益っていうのは本業。だから自動車会社だったら車を作ること。ね。例えば持ってる不動産とか販売店を売却したから、その土地代がね、儲かりましたっていうのはそれは別。本業の車を作る力だけっていう、その、ね、そういうところの、営業利益だけを見ると、結構これね、2兆7000億円ぐらいの減益になってるんだよね。なので、平たく言うとみんな円安に救われたんだね。トヨタだけはその円安の効果を吹き飛ばすぐらいの資材価格の高騰とかサプライチェーンのこうね、支援なんかがあったけども、大体はみんなね、円安に救われたんだよね。だけどもだ、なんとね、木曜日かな、CPI、アメリカの CPI 発表の後に、まあ、円がね、6円ぐらい上昇しましたね。146円ぐらいで139円ぐらいまで突っ込みましたよね。なんでこうね、あれって円安じゃなくなってきちゃったぞ、みたいなところで、これ想定為替レートで今回変えたけども、次回大丈夫かっていうね、懸念もありますけども、まあね、ちょっと何にしても、まあ、車の決算発表は面白かったね。なのでまあ、ちょっといろいろ不透明さはあるけどもさ、まあ、車会社さんも車の台数増えてきたし、あ、本当に良かったなというふうに思います。あとね、今年はね、札幌の話なんだけども、ね、初雪遅い。だけども、いよいよ、明日、
明日降るぞっていうふうにね、天気予報の人言ってました。で、確かに、ね、雪だるまマークもついてる。やっとこさっとこね、まあ楽しみにしてるわけじゃないけども、僕はもう準備万端、もうタイヤも変えたし、もうね、コートもあったかいの着てるしってことで、あのね、明日ちょっと雪ね、楽しみだな、少しね、あの初雪ってやっぱちょっとね、心がね、踊る感じがします。だからね、明日楽しみにしたいと思います。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソースでしたー。